モンハンナウ、どうも、ナオチンでーす。地元でモンハンをやってても、ハンターいないんですよ。なので、ハンターがいそうな、イオンモール、来ました。イオンモールですね。で、残念ながら、8時前です。スーパーと映画館以外は閉まってしまいますが、まあ、それでも、田舎とは違うので、ハンターいるでしょう。ということで、今日は、検証。ハンターは何人いるのか、田舎の熊本のイオンモールで調べてみたいと思います。マジか、ゼロだ、ゼロ、嘘でしょ。イオンモールね、うちから1時間以上かかるんですよ。で、そこそこ都会の方にあるんだけども、ハンターゼロです。なんでだろうね。やっぱり平日の夜だから、土日じゃないといない。あ、いや、いた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 、一人いる、一人いる。で、これで募集するといいのかい。あー、ダメだダメだダメだ。さっき一人だったんだけども、またゼロになりましたんで、ダメだ、入ってこない、いないね。イオンモールの周りを一周歩きまして、で、車でもちょっと移動してみたんですけども、やっぱりね、いない、いないよ。うん、たまにね、1ってなるんですけども、パーティー募集してもね、入ってきてくれない。熊本ってハンターいないのかい。いやね、ディアブロスとかがいてさ、すごく借りたいんだけども、やっぱりソロプレイなんですよね。うん、平日っていうのもあると思うので、ちょっと土日とか祝日とかそういう時にまた挑戦してみようと思います。わざわざ1時間かけてきたんですけどね。まあ、ソロプレイでちょっとこの周りにいるモンスター何体か倒して戻りたいと思います。カガチが倒したいんだけどね、いない、この周り。うん、なんでちょっと帰りにカガチ探しながら倒して帰りたいと思います。はい、悲しい、ありがとうございました。